チェチェン共和国内のグデルメスの位置、グデルメスはロシア連邦の北カフカーズにあるチェチェン共和国の都市。テレク川の支流スンジャー川にグムス川が合流する場所に位置し、首都グロズヌイからは東へ3 6トル。2002年国勢調査による人口は33,756人。グデルメスという地名はグムス川に由来する。19世紀の文書には、 グデルメスは登場しているものの、1941年までは小さな農村であった。しかしこの年、ロストフナ、ドヌグロズヌイバクウを結ぶ東西方向の幹線鉄道とモズドク方面への支線、アストラハン方面への路線が交わる駅となったことで発展するようになった。グデルメスでは鉄道関係の産業のほか、石油採掘も盛んに行われていた。 第一次チェチェン紛争では激しい戦場となったため大きな損害を受けた。現在、完全には立ち直っていないが徐々に復興しつつある。クデルメスの東にはダゲスタン共和国との境界線がある。また、連邦高速道路 M29 号線とバクー山チからへ向かう鉄道が街を東西に通る。ありがとうございます。